歌手で俳優の庄司給付45が23日、新聞丸再開の様子をインスタグラムに投稿しました。彼は2011年に芸能界を引退した豆田人書さん。緑色初との2ショット写真を公開し、ファンの心を主国民にしました。投稿の冒頭には、2人で夜中までどうでもいい話をしてたと書かれ、久しぶりの再会を喜ぶ様子が伝わってきます。庄司は、明日あるからこの一杯で帰るね。と、お前それ言うて全然帰らへんやんけ。後期を繰り返す夜と楽しげなやり取りを任し、まるで修学旅行の夜のように笑い合ったことを示すハッシュタグ。修学旅行の夜みたいに、だなずっと二人くらって、バムジピー食べた、を添えました。庄司の怪我もの写真には、手にウイスキーのボトルを持つ子もありました。彼は地内高価なウイスキーを開けてくれました、と述べましたが、一方で、いや、上に勝手に飲みつけてほぼ教員に吐けさせました。ヤーパースと説明しています。このユーモアあるコメントからも、新宿さんとのパンのモンサが思えます。庄司は優しい。大好きまたねと感謝の気持ちを表しました。この投稿を受けて、ファンからは多くの高いコメントが寄せられました。わあ、新宿さんだ。楽しい夜だったんだろうな。大阪のトゥーちゃんに会えてよかったね。新宿さん変わらずお祝い。久しぶりの再会にファンたちも感動し、その際に苦念を下たれた様子が思えます。庄司給付と豆田真珠さんの友情は死を越えても変わらないことを証明しました。この夜の出来事は彼らにとってもファンにとっても忘れられない思い出となるでしょう。芸能界を離れてもなお続く犯人二人の人間性が円満だ見え、ますますファンから愛される存在であることを再確認しました。